これ2つ出てる時点でケーキ思ったより短い例なんですよ。ダブルで同じようなカード出てます。これ月の暗いカードでしょ、忍者のカード。特にこのカードって僕時勢を見るためのカードなんですよ。はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さあ今日はね、ちょっと兵庫県西宮店にいまして、照明東京の方忘れてきましたんでちょっと暗いですけれども、はい、ご勘弁ください。さあ、ドジャースの帽子かぶっておりますけれどもね、水原氏問題、まあ一応司法取引を受け入れるということで、まあ検察側と、合意したみたいなんですけれどもね。であとまあそれを刑期が終わったら日本に強制送還されるやろうみたいな話になってるんですけれども、で、プラス、ハリウッドで、水原氏のこのテレビドラマ、このいきさつのテレビドラマ化が決まったみたいでね、大谷選手役とか誰がやるんやろ、水原役誰がやるんやろみたいなね、感じになりますけれども、まあハリウッドにおる日本人俳優なんかもうウキウキしてると思うんですけれどもね、はい、どんな感じになるんでしょうか、見てみたいと思いますけれども、それでだから多分水原氏にお金が何ぼか入って書籍化したりして、まあね、話は水原氏から聞かないとダメですからね、まあ、書籍化、ドラマ化で何ぼかお金が入って、それを大谷選手に対する弁済に当てるっていうんなら、まあまだいいんですけども、まさに生き馬の目を抜く商法。はい、以前ピート・ローズ、ヒットの世界記録持ってるね、ピート・ローズさんも、監督時代に野球賭博に関与してて、それがバレてもう野球界から一切追放ですから、永久追放ですからね、はい、でまあ今なんかもサイン会やったりそんなんばっかりしてますわ、ピート・ローズ氏は。でこのいきさつも映画になりましたからね、それでまあピート・ローズさんいくらか入ったんでしょうけれども、で今日何を占うかって言ったら、まあ水原の強制送還がどうなるか、まあ罪状、この刑期がどのぐらいになるか、まあ30年とかどうのこうの大げさなこと言ってますけれども、ね、それはもう絶対ないと思うんで、僕何回か言ってますけれどもね、アメリカ多分これ今刑務所どんだけ混んでるか、まあ僕アメリカ結構長いこと住んでたんで、だからまあちょっとアメリカのね、こういう法律事情とか、まあ、詳しい部分は、それをちょっと紐解いて話してるんですけれども、以前はね刑務所が混んでたからもう言われた刑期の4分の1で済んだんですよ。今は分かんないですけどもね、刑務所が空いてたらもう刑期の通りさせられるのかも分かんないですけれども、はい、だからまあ例えばね、30年言うてますけど、司法取引飲んでも捜査にも協力して、でね、これ本当にね、判事によって全然違いますからね、アメリカって、うん、だから殺人事件が有罪になるか無罪になるか、強制送還も強制送還になるか強制送還にならないか、それかね、強制送還もね、きつい強制送還ときつくない強制送還があるんですよ。きつい強制送還っていうのはもう、だから水原氏、はい、経営無所入りました、終わったらすぐ移民局飛ばされるんですよ。で移民局の、でこうアメリカに残れるかどうなのかっていう裁判受けるんですよね。それがまだ粘れば粘るほど何ヶ月も移民局にいないといけない羽目になりますし、もうすぐ分かりました、もう強制送還してください言うんやったらもうすぐ帰れたりもあるんでしょうけれども、でね、そこで移民局のこの判事も、もう誰でも彼でも、もう、はい、家にも帰れない、もうすぐそこから強制送還ってやるやつと、あと、はい、もう一回家にじゃあ帰ってくださいと。この日までにアメリカ、日本に自分で帰ってくださいねっていう。で、あと5年か6年か7年か経ったらまたアメリカに戻ってこれますっていう優しい強制送還。そのぐらいの運転の差があるんで、つく判事によってアメリカって全然ちゃいますからね、うん、だから水原氏ラッキーやったらいい判事がついてくれて、刑期もめちゃくちゃ軽くなる。で、あともうすでにね、俺嘘言ったでしょ、
大谷選手、あれ隠蔽しようとした罪に俺問われると思うんですよ。悪いけど大谷、これお前がこう俺助けてくれるってことで分かった上で水原に金貸したったんやっていうことにしてくれって言って隠そうとしたでしょ。本来俺あれもね、罪状の一つになると思うんですけど、あれ言われてないから、だからもしかしたらもう判事がそれすでに許してくれてるのかもわかんないし、司法取引の一環としてね。だから今回もしかしたら結構優しい判事かもわかんない。で、この大谷選手、水原選手を占ったこの経緯ね、最初大谷選手の結婚が発覚した時点で占ったんですよ。そしたら出費とかね、トラブルが出るんですよね。結婚を占ってんのにこれが出る。どういうことや、大谷、メディアとかファンが家来てうっとしいから、警備員雇わなあかんの出費があるからかな。そんな関係ないやろ。年間100億もろてんねんて、言うてて。で、やったんですよ。まあ、それ流しまして、その後、大谷選手、嫁の名前発覚して、マミコさん発覚した時に、もう一回占ったら、なんか6なんで。この結婚ハッピーハッピーじゃないのって言ってたら、後日、水原事件が発覚した。で、水原氏、どこにおるんやろ、アメリカにおるのか、日本におったとしたら、アメリカにもこう、今日、輸送されるやろうし、移送されるやろうし、どうなんやろうって占った時は、この世界のカード出たから、国と国との問題ないっていうことやから、まあ多分アメリカにいるんやろうなってなってたら、やっぱアメリカにいましたね。はい。で、そんなこんなで、まあ、これ、景気がどうなるか、あんまり思ってるほど、長くないでって俺前占った時に出たと思うんですよね。はい。で、このことが起こってからの方がさらに先って占いますので、今回このね、今の時点でこの景気がどうなるのかちょっと占ってみたいと思います。おー、興味深いのが出た。解説していきますね。もうこれ2つ出てる時点で景気思ったより短い例なんですよ。ダブルで同じようなカード出てます。これ月の暗いカードでしょ、忍者のカード。特にこのカードって僕、時勢を見るためのカードなんですよ。正位置で出てると時間かかる、逆出てると、時間そんなかからへん。だからこれ、紀州のドンファン事件占った時、結構時間かかるでっていうの出て、5年経って途中で弁護士とか変わったのもあるのかもわからんし、本人ずっと黙秘してるから、殺人に関してはまだ裁判始まってないわけですからね。これ両方逆出てるんで、月もこう出てたら、まあ、今ちょっとお休みしてくださいとか時間かかるなんですけど、これ、時勢を見るとき、こうやってダブルで出るときってすごい強調になりますんで、思ってるより短いですね。はい。で、だから、復活する歯車回る、時間あんまりかからない。ただ、こうガンガンいけないやから、まあ、そら、ね、表舞台からは引っ込まないといけない。刑務所はしばらく入らない。これこう出てるとね、ガンガン前に進む、イケイケで行くなんですけど、これ逆出てますんでいけないので、まあちょっとしばらく引っ込まなあかん。まあ刑務所には入らないといけないんですけど、これがだから思ったよりトラブルショーなんですよ。で、これがいろいろ人から聞いて勉強するみたいなカードでね。だから弁護士使って、弁護士にいろいろ動いてもらって、これどうしたらいいやろ。彼一人じゃね、いろいろその解決できないですから。ほんで、復活するモチベーション上がる、歯車回る、時間あんまりかからへん。ただ、ガンガンはいけない。はい。そんな感じでございますね。こう思ったより景気短いと思います。強制送還に関してちょっと見てみますね。はい、強制送還について出ました。解説していきます。これね、俺さっきも言うたけど、水原氏がどこにおるんやろうっていう時にこれが出た時は、国に関する問題ないでって言って、これが出た。